かん、かしまし、ひさおじゅうらん、いつお帰りになって昨夜、よかったわ、間に合って。ちょいとさきこさん、昨日、大阪から能しき子がやってきたの。しっかりしないと、大変よ。ええ、本当の話。あなたを担いでみたって、しようがないじゃありませんか。終戦から6年、その前が4年だから、ちょうど10年ぶり。誰だって驚くわ。 どんなことがあったって、東京へなど出てこられる顔はないはずなのに、そこが四季子のズうしさよ。傷さん。心配しているのは、そのことなのよ。何はともかく、大子宮、お耳に入れておく方がいいと思って、それで。それはもう、あなた様のおためになることでしたら、いかようにも、あいつとめまするでござるだけど、おかげさまで、今日はくたくた。ええ。 朝の十時頃いきなり築地の、山城、から電話をかけてきたものなの。折り入ってお願いしたいことがあるから、どこか静かなところで、一時間ほどお話できないだろうかって。スラッとしたものよ。四季子の追悼絵をやった後、久の徳が本文寺の書院で、色々とお助けいただいたご恩に対しても、生涯、四季子は東京へ出しません。 親父の私がお約束するって、畳に両手をついてお辞儀をしたでしょう。あの行き札を考えたら、仮に東京へ出てきたって、高顔しく電話なんかかけてこれる義理はないのよ。第一、東京へ出てくること自体、あまり人を馬鹿にした話でしょう。傷さんに会場を回して、大真面目な顔で年季までやった、私たちの立場、どうなると思っているのかしら。 ええー、そうなのよ。キズさんは、引っ込んでいるからいいようなものの、銀座あたりで、二人がひょっこり愛でもしたら、あんな大嘘をついた手前、キズさんに合わせる顔ないわ。あなたはそうでしょうさ。キズさんを釣っておくためなら、どんなことだってする人なんだから、バレたら、謝ればいいと思っているんでしょうけど、あたしの方は、悪かったじゃすまないのよ。そうだろうじゃありませんの。 しきこさん、お亡くなりになったんですってねえって、クのおトの後ろにくっついて、真っ先にお悔やみに行ったのは、あたしなんだから罪が深いわ。もしもし、電話、遠いわね。聞こえてあったわ。もちろんよ、しきこなんかの話、聞いてやる筋はないわけなんだけど、いい気になって、ほっつき歩かれでもしたらことだから、うんと、 とっちめて、昨夜のうちにでも大阪へ追い返してやるつもりだったの。銀座の盆ントンで。生実家な場所だと、帰って目につくから、ざわざわしたところの方がいいと思ったの。やってきたは、二十分も遅れて。腹が立って、ひっぱたいてやろうかと思ったくらい。遅くなったとも言わず、ずるずるに椅子にかけて。お別れしてから、久しうなりますのんに、 ちょっともおかわりになって晴れしめ変な、なんて、のんびりしたものなの。覚えているでしょう。神戸にいる頃は、パクとかいうボクサー崩れに入り上げて、耳の後ろの肉が落ちて、栄養失調の子供のような嫌な感じだったけど、今度は身幅がついて、人が違ったみたいにみずみずしくなって、頬のツヤなんかバカバカしいくらい。どう見ても、せいぜい31、日ってところ。 そう、面白くないのよ。いつか、マヤへ遊びに行ったのが最後だったわね。一向に落とさたがないから、今度こそ、本当に死んだんじゃないかって、さきこさんと噂したこともあったのよ、って露骨に当てつけてやると。うち、何べんも長い手紙が来ましてんけど、恥ずかしいうて、やめましてん。封じめした手紙が、手箱に何本もできてますわ、手な具合で、全然。 手応えがないんです。面白くないことが、もう一つあるのよ。当座見た感じで、高々水通しの本入器と軽く踏んだんですけど、勇気は全くのみなそくない。なんというものなのか、粉を吹いたような青と色の地に、くすんだ千歳茶の茶山形が縦つれの傷みたいに浮き上がっているの。袖付けやおくみのシワが、 コケでも置いたようなしっとりした青みの谷を作って、言うに言えないいい味わい。帯。帯はね、エゾニの金銀を抜いて、ブツブツの荒れ地にした後へ、モガルの色糸で一へかずらこボタンモンを、いたずらでもしたようにちらほら散らしたという。お話し中。わからない人ね、お話し中だと言ってるじゃありませんか。切れたら、つないでください。あなたの仕事でしょう。 もしもし、ふふ、あたし。帯はともかく、着物の方がわからない。吉野でもなし、ほたおりでもなし、あれでもないこれでもないと考えているうちに、いつだったか、築村が言っていた秋田の吹き寄りなんだと、やっとのことで行き着いたというわけ。ほら、昭和と何年かの京都の地方院の大茶会に、河野池勝子がたった一度だけ来たというあれの連れなの。 ちょっと死にきれないでしょ。それはそうよ、何かというと、張り合う気でいる人なんだから、あたしの方にも、はじめっからつもりはあったの。薄いレモンジに縁地の細い縦縞をよろけさせたお飯に、名物切れの両面つづれの帯。山浦が折り元をやめて引っ込む前に、一旦だけ折った折り止めの秀逸で、フランス代表部のモイーズさんが、襲う。無双 の絶品だって折り紙をつけたくらいのものでしょう。これだけ引き離しておけば、絶対大丈夫と思ったのが、油断だったのよ。そうなるとジョーゼットまがいの悪く新しがった薄っぺらなところ、浮き上がったようなレモンの色合いのわざとらしさが悲しいほど嫌味で、泣き出したいくらいになっているのに、シキ子のやつ、わざわざ手で触ってみて。まあまあ、これ中村だっか。ジ入レガ要ー さらりとしてジョーゼットそのままですねんね。それにおみおびの品のいいこと言うたら。リアウメンにしきみたい、博物館へ行っても見られへんものを見せてもろて、ほんまに目の保養させてもらいました。なんて、ニヤニヤしているの。あたしの気持ち、おわかりになる。ええー、そう。まったくパンセブー、お察し願う、ってとこよ。泣き出しもしなかったわ、あなたとは違うから。 どうしてやろうと思うと、目がチラチラして、周りのものが皆浮き上がってくるみたい。何が何でも、このままでは返されない。骨身に染むほど、ぎゅっという目に合わしてやろうと思うんだけど、久しく普通だったもんだから、四季子、どんな生活をしているのか、正体がわからない。いじめ用にも方針が立たないってわけ。せめて輪郭だけでもつかまないことには、 手も足も出ないから。この四五年は一年ぐらいの速さで済んでしまったけど、数えてみると、あれから、もう十年になるのね。この頃、どんな生活なのと釣り出しにかかると。うちらに生活みたいなもん、あれしません。ぼやぼやと、一日一日が経っていくだけですね。でも、東京言うたら、いつ来てみても、なんや知らん、ざわついてますねんな。 うち、山ん中に引っ込んでるせいか、こないしてると、中腰で至ってるような気して、ちょっとも落ち着けしませんのん、なんて。そうなのよ銀座のような手軽なところへ呼び出されたのが侵害だ、という意味でもあるんですけど、要するに、上手にぼやかして尻尾をつかませないの。私も、つい向きになって。あなたは恩知らずよ。私たちにあんなに世話になっておきながら、 頼より一つよこさないなんて、あんまり馬鹿にしているじゃないの。今日はあなたをとっちめに来たんだから、そう思ってちょうだい、ときっぱりとやりつけてやると、四季子は困ったような顔でもするどころか。あの武士は、キズさんのことで暗をお助けをいただきまして、一度お礼に上がらんならんところでしてんけど、東京方面では、うち、盲腸炎で死んだことになっていて、 皆さんに年季までもしてもろた手前、照れくそうて手紙みたいもんかけしません。それに、ひょっとして、傷さんの体でも入ったら、それこそ偉い騒動になって、あなたやさきこさんにご迷惑かける思うて、慎んでおりましてんは、まるで恩に着せるような言い方。ご主張なことだけど、それほど慎みのある人が、ひょこひょこ東京へ出てきて、 私たちに迷惑をかけるのはどういうことなのかしら。私にしろ、子さんにしろ、騙し役まで引き受ける義理はなかったんですけど、あんたのお父様がわざわざ東京へ出ていらして、木津さんのおぼし飯はありがたいが、先々代からのかかり合いがあって、たとえ苦悩の店を潰しても、四季子を差し上げるわけにはいかない。と言って、あれほどご終心では、生中なことではお引きにはなるまいし、 荒けた話をして喧嘩にしてしまうのも困る。苔の才覚のようでお恥ずかしいがしき子が死んだことにでもすれば、いくら傷さんでもお諦めになるだろう。そのうちに結婚でもなすって気持ちが落ち着かれたら、白状して改めてお詫びすることにする。先々代からのかかり合いと言いましたが、そればかりではないので、親の口からこんなことを言うのは異様なものですが、 しき子みたいな、性のない娘をおもらいになったら、これはもう一生の不作です。その辺のところは、くどくどしく申し上げなくとも、よーくお分かりになっていられると思う。傷さんのおためでもあるのだから、一つ加勢をしていただきたいって、こういう話だったの。傷さん、どこが良くてあんたみたいな人に夢中になっているのかわからない。私たちは絶対反対で、 どんなことがあっても、まとめさせるもんかと言っていたところだったもんだから、キズさんに怒られるのを承知で加勢してあげたの。キズさんが結婚したとでも言うならともかく、まだブラブラしているんですから、あんた、東京なんかへ出てこられるわけはないのよ。人のことはどうでもいいとして、どこかでひょっくりと出会いでもしたら、死ぬほど嫌っているキズさんに、またうるさく追いかけ回されることになるでしょうと。 まあ、といて聞かせると、四季子のやつ、含み笑いをして、実は昨夜、傷さんに見つかってしまったらしいというじゃないの。お話し中、お話し中ですよ。あたしの驚きっちゃなかったわ。ドキッとして、息が止まったくらい。こうなのよ。昨夜、麻布に用があって行った帰り、一本道の横通りでばったりと傷さんと顔が合うてしまいましてん。こら、えらいこっちゃ思うて、 いきなり駆け出すと、傷さん、どこまで追うてきやはるやありませんの。駆けっこなら自信があるねんけど、傷さん、コンパスなごうて、すぐに追いついてしまわりますねん。どないしょうと思いながら、なんたら言うお寺さんの前まで行くと、角脇のくぐり戸が開いてますのんで、とっつきの空立ちの池垣を回した墓石の後ろにしゃがんで、息ついていたら、傷さん、そこへどさどさ入ってきやはって、 墓石の向こう側に棒立ちになって、大目玉向いてギョロギョロしてはる境、もうあかんと観念しましてん。入ってくるなら来い思うて、平気に構えてたら、傷さん、生垣の前に立ってはるだけで、いつまで立っても入ってきやはれしません。じりじりしてきて、墓石の端の方からそっと覗いてみると、来ないして、低岸に当てながら、ぶつぶつ言うて貼り万年。 ないな格好を見せえでも、お前の気持ちはようわかっている。僕も間物を、そっちゃへ行く境に、うろうろせんで、待っていててくれ。そない言うて、おろおろと泣き張りますねん。ここで笑うたらぶち壊しや思いますねんけど、おかしゅうておかしゅうて、どないにもこらえられへん。思わず笑うてしもうて、はっとしてすくんでいたら、傷さん、なこへ向いて墓石を見てはりましてんけど、 何思うたか知らん、いきなり門の方へ走っていかはりましてん、で。そうでもないのよ、平気な顔。言うことがいいじゃありませんか。あたしが死んだと信じきっている証拠を握ったわけだから、これですっかり気持ちが落ち着いた。もう、びくびくして隠れていることはない。大っぴらに出歩くつもりだ。傷さんに関する限り、あたしのことは心配してくれなくともよろし。 なあに、よく聞こえないけど、そんなこと言わしておく手はないって。聞こえたわ。なんだか、あたしが叱られてるみたいね。あたしに腹を立ててみたってしょうがないじゃありませんか。それでね、さきこさん、別な話なんだけど、あなたにお詫びすることがあるの。もしもし、聞いているあのね、あたし、キズさんにしきこを合わしてやったのよ。 ほーら、やっぱり怒ったわね。あなたとしちゃ、傷さんを取るか取り返されるかという大変なところなんでしょうけど、泣き声を出すのはおよしなさいよ、情けなくなるわ。なぜって聞かれても困るんだけど、あたしだって性のある生き物ですから、腹の立つこともあれば尺に触ることもあるのよ。四季子ぐらいに、いい気になられて、黙って引っ込むわけにはいかないでしょう。一泊いよりの、 名残の茶会へ引っ張り出して、逃げ場のないお茶室で出し抜けに傷さんに合わせてやろうと思っただけ。何よ、そんな大きな声を出して、耳がガンガンするわ。メンツはあなただけのことではないでしょう。軽蔑される点でなら、あたしだって同じことよ。あとのこと、カンカンになっていましたもんですから、あとのことまでは考えませんでしたの。すみませんでございます。 ふざけてなんかいるもんですか大真面目よ。何ですってそんな生意気なことを言うなら、電話、切ってよ。あんたみたいなバカ、勝手にするがいいわ。やっぱり聞きたいんでしょう。だから、つまらない棒状を張るのはおよしなさいって言うの。そこは腕よ。その気になったら、四季子ぐらい釣り出すぐらい、全然お軽いのよ。あなたにはかなわないわね。でも、 今の話を聞いて、あたしもなんだかほっとしたわ、傷さんには悪いけど。平気な顔で押し通すつもりなら、どちらのためにもいいかもしれなくってよ。そんなら、いいパティにご案内するわ。午後、赤坂離宮で施設団の観光茶会があるのよ。元宮様や大公師の集まり、お出になる気はなくって。元宮様の方は知らないけど、 外交官の古手ぐらいは出るらしいから、外交使はまんざら嘘でもないのよ。ただし、四季子をまごつかせようというのは、それが済んだ後の寒風亭の、アトミの茶会の方なの。もちろんよ、すぐ乗ってきたわ。そないなパティやったら、服は半冷レーソーでっしゃろ。シャールも銀ギツネぐらいにせな、端角は、なんて、飲み込んだようなことを言っているの。 社会をパティと言ったのは、洒落のつもりだったんですけど、解釈ハムこう様の自由でしょう。ダンスでもあるつもりで、半ンレーかなんかでやってきて、長す層を踏んづけたり、パタパタさせたり、みっともない格好をして大恥をかくのだろうと思うと、面白くなってしつっこいくらいに誘ってやると。宮様言うたかて、この頃は安っぽくなってしもて、 汗かいてまで、見に行くほどのことはないのんですけど、せっかくですよってに、お供させてもらいます。しぶしぶ承知した風にして、そのパティ、何時からやらはるのんと何気ない様子で聞くのよ。宿へ飛んで帰って、親戚眷族を総動員して、判例層なるものを探させようという魂胆なんですわ。ええ、もちろんそうなのよ。四時に迎えを出すことにして、 家へ帰って、こちらはすぐ着付け。長襦番は時色ちりめんの古代霞のぼかし。人へは、ひわちゃに毛まんを浮かせたあの厚手の吉野帯はコイペルのゴブラン。西洋の香水は慎んで、人工の心材にイカダを得った帯留めだけにし、それでお出かけ。こちらが先についていないとまずいから、約束の時間より早いけど、構わず迎えに行くと、 傷さん、困ったようだったけど、それでもすぐ出てきたわ。ええ、いつもの通り。雨かすりの本摩に川模様のコーン博多、有機のコン旅というお支度で、白線をぶらぶらさせながら車に入ってくると。お暑いですな。本日は、お誘いくすってありがとう。なんて、ひどくツンツンしているんです。なんですって、聞き捨てにならないことを言うわね。あなたなら、 どうされたって嬉しいでしょうけど、あたしの方は、さようなわけには参りませんの。そんな扱いをされる覚えはないんですから、どうしたんだろうと考えていると、すぐ当たりがついたわ。ツンツンしているわけじゃないの。何か、別なことなの。えらい、見抜いたわ。そうなのよ。昨夜、今は亡き愛人の仮の姿にでックはしたせいで、 浮世がはかなくなって、ぼーっとしているところなの。こういう迂闊な人に、幽霊が足を生やして、半霊層の超裾をパタパタさせながら逃げ出すという厳粛な実験を見せて、生悟りにカツを入れてやるのは、友情というようなものでしょう。そりゃ、私だって考えないわけはなかろうじゃありませんの。死んだのではなかったと知ったら、また逆上して、指揮子を付け回すに決まっている。 シキ子を慌てさせるのは痛快だけど、キズさんという人を手をかけてわざわざシキ子の方へ追いやってしまうようなものだと妙な気がしないでもなかったけど乗りかかった船で今更後に引けやしないのよ。外路じゃ腰掛けだと顔の合わないうちに消えられる恐れがあるでしょう。ギリギリのところでうまく追い込んでやろうと思って頭の中で席入りの段取りをこね回しているうちに 面白くなって笑い出しそうで困ったわ。後見の茶会で、富士の客の方が多いくらいだから、そういういたずらをするには、至極都合がいいの。5時に席入りの合図があって、5000客から順に、一人ずつ座敷飾りを拝見して帰ってくるの。あと5人ばかりで、こちらの番になるというのになかなか現れない。感づいて体をかわしたとも思わないけど、 席へ入ってしまうと、手はずが皆ダメになってしまうんですから、お尻で円座をもじりながらイライラしていると、あと二人というところで。エロをおそなってしもて、なんて、済ました顔でやってきたの灰いんだけど、判例層に銀狐などという場違いではなくて、あたしと同じひわ茶の吉野で、すらりとした着付けなんだから、さすがのあたしも、あっと言ったわ。まあ、お聞きなさいよ。 デッサンは違うけど、帯はマーベルのゴブランで、帯留めは人口の佳境の通るりというのは、一体どういうことなんでしょう。変だわ、どころの話ですか。大いに怪しいのよ。そんなうまい偶然なんて、あり得るはずがない。誰かが、あたしの着付けをシキコに知らせてやったんだとしか思えない。五千客の中に、そういう素ばしっこい人がいたと、 考えられなくもないけど、仮に、あの場から電話で知らしてやったとしても、わずかの間に、着物から帯留めまで、こちらとそっくり同じものを揃えるなんて、どんな技術を使ったってできるわけのものではないんですから、考えれば考えるほどわけがわからなくなって、ぼんやりしてしまったわ。ひどくやられちゃって、腹を立てる気力もないの。ええもう、そこまでおっしゃってくださらなくとも結構よ。 お向こう様は、あたしのようなずんぐりむっくりと違って、すらりしゃんとしていらっしゃるんですから、同じ吉野の引き立つことと言ったら、着手が違うと、こうまで変わるものかと、つくづく見とれたくらい。そうそう、その話ね。肝心なところを読み落とすところだったわ。傷さん、待ち合いにいたのよ。はっきりと二人の顔があったわけ。どうしたって これからそこを語ろうと言うんじゃありませんか。四季子はドキッとしたらしいけど、そこは馬鹿じゃないから、顔色に出すようなヘマはしない。奥の縁座にいるキズさんの顔を、あどけないみたいな目つきでまじまじと見つめながら、ぼんやりと立っているんだけど、頭の中はひっくり返るような騒ぎになっているの。待合へ入った途端に、こちらの計画を見抜いてしまったわけなんだから、このところ、 シキ子の身体掛け引きは、よっぽど考慮を要するんですわ。こちらは面白くてたまらない。さっぱりと留飲を下げて、どう出るだろうと思って高みの見物をしていると、シキ子がいきなり私のそばへ来て、わざとキズさんに聞こえるような高調子で。そこに、やはりますのん、キズさんやありませんのと耳こすりをするじゃありませんか。まさか、そんな出方をするとは思わない。 そこにいるのは、何と言ったってキズさんに違いないんですから、思わず、ええ、そうよ、とうなずいちゃったの。するとシキ子はしなしなしながらキズさんの前へ行って、キズさんと違いますか。うち、四季の妹の静子ですのん。何年前でしたかしらん。一度神戸でお目にかかってます。てなことを言って、お辞儀をしたもんです。憎らしいでしょうとも。でも、 腹を立てるなら、もっと後にした方がよくってよ。キズさんの方も、一向に驚かない。白星を者に構えて。ああ、静子さん、何年前でしたか、一度お目にかかりました。引き上げ戦で、上海からお帰りになったことは聞いていましたが、かけ違ってお目にもかかれず、なんて、同じようなことを言って、止めどもなくお辞儀の試合をしているんですから。 アホらしいやらばからしいやら、どっちもどっちだと思って、見ているあたしの方が悲しくなっちゃったわ。ところが、それからが大変なの。後見が済んで、あとはカズチャになったんですけど、二人だけで、霧もなく建前を所望し合って天面たる情景を見せるもんですから、さすがの一泊案も参ってしまって。今日は、お粗末でと皮肉をおっしゃったんだけど、点で通じないの。 安ュが主食を持って中くぐりまで送ってきたのに、二人で何か言って笑いながら、礼もせずに出ていく始末なんです。全く、何のこった、よ。放っておくと、二人でどこかへ行ってしまいそうだから、話すわけにはいかないでしょう。押さえつけておいて嘘の皮をひんむいて見せないと、傷さんなんて人は、どんな馬鹿され方をするか知れたもんじゃないから、二人に追いついて。 ちょいとしきこさんと声をかけると、しきこのやつ、びっくりしたような顔もしないで。うち、しずこ。間違わんと伊藤はとすらりと受け流したものなの。あら、ごめんなさい。あまりよく似ていらっしゃるもんだから、錯覚を起こしてしまうのよ。まあ、お上手やこと。うち、姉藩みたい綺麗なことあれしません。そないに言われると、決まり悪いよってに、やめとほしは。 なんとか、おっしゃるわ。それはそうと、このままお別れするのもなんですから、ご一緒に夕食でもいかが。メグロの小白煙なんだけど、どうかしら。シキ子は、はぁと言ったきり、これが、全然煮えきりません。これから、どこかへお回りになる。回るとこて、あれしませんけど、傷さんどないしはります。シキ子が余ったれたようなことを言うと、 傷さんは傷さんで。それはもう結構過ぎるくらいですが、なんてありありと迷惑そうな様子なの。ちょっとお手洗いに行っている間に、早いとこ二人で夕食でもする約束ができてしまったわけ。そうですとも、いよいよもって放っておけないことになったから、近いところで、無理やり赤坂の東東邸へ引っ張って行って、品田区の前へ押し据えたものなのよ。 四季子に四季子だと白状させるぐらいのことは、わけはないと思って、軽く踏んでかかったんですけど、点で歯が立たないの。いつの間に、そんなところまで話し合ったのか、見当がつかないんですけど、例の年季のことまで、抜け目なく、ちゃんと吹き込んでしまったみたいで、あの時のことを言い出しても、傷さん、笑うばかりで、受け付けようともしないんだから、私もがっかりしてしまったわ。 やりきれなくなって、昨夜、四季子が麻布のどことかで傷さんにあった話をすっぱ抜いてやると、四季子、ぼんやりした顔で。それ、うちやったかもしれしませんなぁという挨拶なんです。お聞きなさいよ、こういう話なの。来ない言うと、けったいな思われまっしゃろ。打ち明けたところをお話しますが、実は、不思議なことがありますの。はっきりした日にちはわからしませんが、 一年ぐらい前から、うちの体に、時たま、決体な変化が起こるのんですが、その間、つろうてつろうて、息もでけへんようになるのんです。変化言うたら、大げさか知らんけど、なんちゅうこともなく、うちの好みが変わってしまうのんです。今まで好きやった着物の色目や柄が、急に見るのんも嫌思うようになったり、口の旗にも寄せられなんだ食べ物が、無性に欲しなったり、 顔つきや声まで変わってしもて、別な人間のようなことをやり出しますねんは。はじめのうちは、月に一度ぐらいやったのんが、だんだん激しゅうなって、五日に一度ぐらいの割合で始まるようになりましたよってに、幾国魂藩の巫女藩に見てもらいに行きますと。あんたには、急な病で仕遂げた、肉親の女の人がついている。その人は、現世で死のこしたことがあるのんで、 それが諦めきれんで、あんたの体に乗り移って、現世の営みをしやはるねんって。そないに言われると思い当たることがあるのんです。時々変わる、着るもんや食べ物の好みは、そない言えば、みんな姉の好きやったもんで、その何日かの間は、知らず知らず姉になった気で行動していたように思われますねん。そうとわかると、ほいなうしんだ姉が気の毒でいとしうて、 うちなど、どないなってもかめへん。いつまでもかれんといて、思う通りにうちの体つこて、しのこしたことをなんなりやったらええ、思うようになりましてん。今度東京へ出てきたのんも、動いているのんはうちの体ですが、備えさせるのんは四季子の意志やよってに、備えなところで、傷さんに合わせようとした姉の気持ちが、うちにはよう察知られますねんは黙っちゃったわね。言うことがあるなら、 おっしゃいよ。ここで伺っていますから。ええ、聞こえるわ。それもまた、一つの意見でしょうが、長い間、騙されていたのは、私たちの方じゃなかったかというような気がするの。邪魔にされていたのは、私たちの方だったらしいって。お二人さん、今日、ボーラあたりに収まっているはずよ。そのことについて、ご相談したいと思いますから、これからすぐ、いらっしゃらない。 定本、久尾縦蘭全集外事、三一書房。1970、昭和45、年1月31日第一版第一釣り発行。1992、平成4、年2月29日第一版第八釣り発行。入力、角田博士、厚生芝広久。2020年2月21日作成。 青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、https://www.auzora.gr.jp スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。